はい、N ヤン動画タクシー編でございます。今日はですね、先日お送りしたのはタクシーの乗務編ということで、私の日常の働きっぷりを見ていただいたわけなんですけれども、今日はちょっとテイストを変えまして、 N ヤン地理事業ということで、実は私、タクシーの2種免許を取ってからですね、ほとんどの日々を八尾市内で過ごしていまして、八尾の方の、ね、地理はですね、もう目をつぶってでも走ってるというと大げさなんですけれども、それに近いものがあるというぐらいかなり詳しくなりましたが、大阪市内はですね、基本的な、大通りとかは分かるんですけれども、ちょっとした抜け道とか、あと特にですね、南方面の地理は割と分かってるんですけど、北の方ですね、北新地の方ですとか、あっちの重曹の方ですとかね、あっちの方がなかなか分からないということですので、そっちの方を少し重点的に修行して、来たるべき市内本格デビューに備えたいと思っております。今のところは八尾市内でですね、無線を取ったりして非常に気分よくやってるんですけれども、やっぱり最近思うんですけどね、最近というかもう前々から気づいたことなんですけども、八尾市内っていうのはやはりおじいさんおばあさんが多くて非常に単価が低いと、もう660円の雨嵐ということなんですね。でこれではいかんということで、将来的に私もいつまでタクシーの運転手乗務員を忍ぶ会の姿で続けるかどうかわからないんですけれども、将来的にはやはり大阪市内で乗りたいと。でも下手したらもう東京とか行くかもしれないですね。本当にせっかく中国語力、少しの英語力と、あって、そういったものも活かせるわけですから、大阪を飛び出して東京に行って、東京のそういった、外国人専用のハイヤーなんで乗ってみてもいいかもしれません。また現実問題としてはやはり大阪に家もありますし、大阪市内で、乗るのが一番いいんじゃないかと考えておりまして、やはり今 の大阪市内の、地理知識ではやはり足りないということですね。もちろんもうほとんど知識ゼロで乗ってきて、もお客さんにもうどやされながら覚えていくというのが、それは普通なんですけれども、私の場合その石橋を叩いて壊して渡らないというような性格でして、そうやってお客さんに怒られるのもあまり好まないと、萎縮してしまうというタイプですので、なるべく八尾市内まで暮らすとは言いませんけれども、なるべく地理的な知識をつけてから、武装してから大阪市内に向かいたいと思って行ってみましてですね、こうやって喋ってる間にも車線を間違えて、これ気づいた方は気づいたと思うんですけど、25号線から脇の道に入ってしまいました。これ松虫通りだと思いますけどね。この25号線から回し始めたのがですね、25号線沿い非常にお客さんが多くて、この時間帯朝、もう10時過ぎなんですけど、この時間帯だとまだまだ立ってで流して拾われるお客さんが多いかなと思いまして、あそこにお客さんいますよというようなことを示しながら行こうかなと思ったんですけども、思わず松虫通りに入ってしまいました。ということですので、せっかくですので松虫通りの思い出話などというのは特にないんですけども、この松虫通りというのはね、私最初聞いた時すごい風流な名前だと思いましたね。ご存知の通り、確か源氏物語だと思うんですけど、松虫の変っていうんですかね、なんか松虫っていうのが出てきますよね。で、大阪阿部の橋ですとか、阿部の生命でね、これ由来、ゆかりがありますけれども、この辺りというのは非常に立花だってというような地名ですとか、そういったね、非常に風流な地名もあったりして、なかなかこの松虫通りというのも好きな地名です。で、松虫の近くにですね、手塚山という大阪一と言っていいと思うんですが、高級な住宅街がございまして、その辺りに行くお客さんを乗せると、運よく行くと800円ぐらいのメーターで2000円くれたりとかですね、チップでくれたりするんですよ、そういう方は。その方にとっては我々のにとっての100円が1000円札と同じぐらいのような感じになるんでしょうけどね。なかなか品のいい奥様がおいたりして、この辺りの地区を私は愛好してよく、待っているんですけどね。
今から、行きますのが近鉄の大阪阿部野橋駅前です。で、阿部野橋駅前というのは JR の国鉄、天王寺駅前、天王寺と全く同じ駅でして、まあ、梅田と大阪駅みたいな関係なんですけどね。ただ私の車は、JR の、天王寺駅の乗り場に並ぶことはできないんです。というのも、これですね、JR2 マークというのをシールが貼ってないとこれは入れないんですけども、うちの会社はですね、JR が意地悪して、うちの会社に JR2 のマークくれないもんですから、新大阪駅ですとか、大阪駅、天王寺駅などの乗り場に並ぶことはできません。まあ、ただベテランさんに言わせるとですね、新大阪駅の乗り口だとか、ああいう大阪駅の乗り口っていうのはもうほとんど休憩に行くとこなんだと。まあ、我々法定時間で、まあ、昼勤とかですと1時間ですとか、長い課金の勤務ですと3時間ですとか、まあ、その決まった時間の休憩時間を取らないといけないんですけれども、その休憩時間を満たすためにそういった乗り場に並ぶと。だからあそこはもう稼ぐための場所じゃないんだというような人も、この辺りからですね、だいたいその阿部野橋、今前方にタクシー映ってますけどね、タクシーが止まってる辺り、今左に日本城タクシーさんが止まりましたが、もうちょっと先の辺りですね、左側に止まってるのが阿部野橋駅の乗り場に並んでいる車たちです。この今左手にあった小屋、セブンイレブンのあたりから前のあたりでのつけられるとだいぶラッキーってことですね。この小屋より後ろまで並んでるときはちょっと混んでるんで、これは避けた方がいいというのが私の判断です。今日はだいぶ空いてますね。これだったら10分ぐらい待てば多分回ってくると思います。で、ここに来たのはですね、私の知事業の第1弾ということで、ちょっと北地区はまだまだいろいろと攻めないといけないんで、北地区はまた後日に回すとしまして、この間ですね、ここの近鉄阿部野橋駅から難波の難波パークスまで行ってくれというお客さんがいまして、で、まあ難波パークスってはっきり言って難波ですから、境筋まっすぐ行ってどっかにちょこっと曲がりゃいいんだろうというような簡単に思ったんですけども、ちょっとやっぱりそういった表道を通ると嫌がるお客さんというのがいるんですね。で、そのお客さんに教えてもらったような裏道があるんですけども、ちょっとまだ自分なりにははっきりと把握してませんでしたね。そこをもう一回復習したいと。で、この天王寺の阿部野橋から乗るとですね、まあ大体一心寺さんとか1メーターですね、これ完全に。まああとは南の方面で行くと、その先ほど言った松虫通りですとか、南港通りですとか、あっちの手塚山の方ですとか、まあそういう方が多いんですけど、時々その難波に行きたいというお客さんがいるんですね。まあ近鉄、天王寺か難波だったらもう御堂筋線で行けやと言いたくなるところなんですけど、まあそういうわけにはいきませんので、阿部野橋の近鉄百貨店で買い物をされて、そこから難波まで行かれるという方がいます。で、前一回本当に困ったのはですね、スイスホテルですね。スイスホテルなんて難波駅の 真上ですから、誰でもわかるんですけれども、スイスホテルの乗り場っていうのはこれが非常にわかりにくくて、私も研修では教えてもらえなくてですね、本当に泣きを見たことがあって、そのお客さんが、優しいお客さんでしたんで、手取り足取り教えてくれて、なんとか、その場は免れたんですけども、本当に冷や汗をかいたということがありました。で、難波のあたりね、近鉄の難波駅、千日前方面でしたら全然問題なんてないんですけど、ちょっと南海の難波のあたりって結構ね、一方通行なんて対してごちゃごちゃしてますので、ちょっとそのあたりを復習がてら、修行の第一弾ということで行ってみたいと思います。この大志という交差点が境筋への交差点です。みんな大好き飛び田新地へ行くときはこう左へ曲がってください。飛び田新地への、パラダイスへの扉が開かれておりますと。まあ、それはいいんですけども、
を右に曲がってですね、恵比寿町方面の方に行くと、ちょっとなんか混むらしいんですよね。私ちょっとそのあたりの実感があんまないんですけども、右へ曲がって新今宮のガードをくぐってすぐのところ左へ曲がるというルートを通ってくれというふうに、この前のお客さんおっしゃって、黄色でさえ止まりましょう。このね、マルハンさん、ドンキホーテさんの右側に、昔はフェスティバルが なんか遊園地みたいなのありましたよね。でスパワールドもありますね。相変わらずこの辺り本当に外国人が多いですね。噂によると ディーティーを受け待ちにしておくと、かなりの確率で中国人のお客さんから発注が入るということですので、今度ですね、私もディーティーを受け待ち状態にして、中国人客が乗ってこられるかどうか試してみたいと思いますが、でここの新今宮の駅をすぐ過ぎたとこを左へ入りまして、やっぱ正直まっすぐ恵比寿町方面行ってもあんまり変わってないな気がするんですけどね。そのお客さんはそこなんか毎日いつも通ってはるというふうに言ってました。これ阪海電車、大阪では珍電というんですけども、珍電車の線路を通りまして、ついでに言うと、珍電の駅がですね、昔は南霞町、南霞町ですかね、と言ったんですけど、今は珍電の駅も珍今宮という駅になっているということを私は最近知りました。で、確かこの南海のガードの手前を右に入るだったと思うんですけどね。ここら辺もちょっとちゃんと覚えとかないと、本番では冷や汗をかくと。ガードくぐってから左回っても良さそうなもんなんですよね。ちょっとガードの悪いのに下がって、確かに空いてますね。ここで左回りましょう。これでもう左前はもうナンバーパークスですね。ナンバーパークス行ってほしいとか、南海、近鉄して南海南波駅行ってほしいですとか、あとスイスホテル行ってほしいです。この辺り全部対応できそうですね。このルートで今のルートで合ってたみたいです。南海の手前で右曲がるんですね。それがポイントみたいですね。ここは、山田電機さんですね。で右の方にナンバーパークスが見えております。はい、ありがとうございました。1140円ですというような感じなんですかね。ナンバーパークスはこちらでおりますね。で目の前右側にスイスホテルが見えてるんですけど、あそこがですね結構くせ者でして、ちょっとそこだけ、そのスイスホテルの入り方だけ見てる人です。タクシードライバーを目指してる人はいると思えないんですけど、スイスホテル5階のフロント前の入り方を教えして、最後までここで打ち切りたいと思います。でここの右側の P、 ここがですね入り口になるんですね。ここはちゃんと U ターン禁止でないことは確認しております。パークス通りを U ターンします。そしてここでこのパークスの立地に入るんですね。ここでスイスホテルに行けるとは思えないですよね。普通はだいぶ離れてますから、ね、ここでずっとまっすぐ行きまして、別に駐車券とか取る必要はないです。この車にくっついていきましょうね。我々庶民にはないホテルとなっておりますということで、その前で下ろすと、
か分かりませんけど、まあ、5月にそう出るということでございますと。夕方にで、今回は録画を止めたいと思います。ありがとうございました。